ヤスさんのあの中学時代とかって聞いてもいいですかね。ああ中学時代はね、どうかな。俺なんかバンドを中学の時に始めてるんでね。早いですね、中学から。そうなんですよ。だからなんかまあ言っても中3からなんですけど、中2まではね、まあほぼ柔道と漫画しか書いあれしてないですよ。あれ今バンド系でもない感じですね。じゃあ中学生の頃は。そうですね。もうなんか柔道に燃えてたんですよ僕。ほら寝技が強くなるじゃないですか。寝技が。もうその時から将来を見据えての。違うか。将来を見据えての。ですか。中学時代。うん。巻いてた。これ聞いていいのかな。中学時代でも。はい、中学時代からその寝技をもうあの勉強してたということで、やっぱ中学時代からももうあのそういう片鱗はあったわけなんですね。そうですね、抑え込みだけはね一番うまかったかもしれないですね。部活の中でそれは役に立っていらっしゃる感じですか今ですか、僕ねなんかねあの必殺抑え固めっていうのがあるんですけど固めっていうのがね、はい、こう、まあ、柔道には袈裟固めっていうのがあるんですけどね。あ、聞いたことあります。それはねあのこう、なんていうんですかね、こうあのそうですよ、動けなくするんですけどね、僕の場合はもう片手でねあの動けなくできるんです。何の抵抗も奪えできないようにできるっていうね。だから、ね、この後ちゃんと桐生に教えるからね。あ、そうそれをやるともう揉み放題っていう一人おっぱぶになっちゃうけどね本当にいやー楽しいすいませんちょっと手の形だけちょっと固めこうね、こう、まあ女性がこう寝てるとするじゃないですか。それに対して横に寝てね、あの、右手をね、こう、この脇でこう固めてね、で、腕を回し込んで、こう左手をこっちの手で止めるっていうね。するとこう、女性が手を上げた状態になる。みんな想像して、みんな想像してそれでね、もう、右手、我が右手でも、あ、そうそう、まさにそれですよ。そう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 、この状態でね。想像してみんな。まさにもうね、触り放題ですよね。そこでもうなんか、ね。過激なユーロビートが流れればもうね、お祭り野郎になっちゃうっていう。お店みたいになっちゃうっていうね。ほら。中学時代の話から。ほんとっすね、すいません。中学時代とか、どうですか、うん、モテてました？どうや、モテてはないと思いますよ。中学の時モテるとか、あんまなくないですか？ああ、そうですね。中学の頃モテる人って言ったらクラスで目立つやつとかやっぱそんななかなかなんかちょっとこう中学の時って結構意識しだすじゃないですか。だからそのなんかちょっとこうそういうどっかに心にやましいことがあるからちょっとこうほら紅白気取るじゃないですか。そうですね、みんなあの時は。でも僕はもう中学校2年生の時点でねクラスの女の子全員にこうやらせてくれって言ってましたけどね